平成29年11月19日神戸王子スタジアムにて X リーグディビジョン3ウエスト B ブロッククラブアイランズ対ワコーレイラスの一戦が行われます。試合開始11時30分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側紺色カラーのユニフォームがクラブアイランズ、現在1敗で全勝、同率1位です。奥側ホワイトのユニフォームがワコーレイラス。ワコーキックオフ、アイランズリターンで試合が始まります。ナイスゲイン。クォーターバック12番ギブキープで自らキープ、ファーストダウン獲得。ランニングバック23番ハンドオフから左オープンに展開しましたが、これはロスです。QB サック。クォーターバック12番ギブキープで自らキープを試みましたが、これはワコーがアジャストしゲインできず。パス不成功。クォーターバック12番プレッシャーをかいくぐり右ロールアウトから1番へパス、しかしこのパスはワコー47番がパスカット。ナイスゲイン。スペシャルプレーです。ランニングバック29番シャベルパスにより中央突破、しかしタッチダウンには至りませんでした。フォースダウンでしたので攻守交代になります。ターンオーバー、インターセプト。クォーターバック12番パスを投じましたが、このパスをワコー7番がインターセプト。ここで、前半終了です。前半終わりまして、クラブアイランズ0点、ワコーレイダース0点、両者、0点で、そのまま後半に移ります。プレーを選択します。ギャンブル。ターンオーバー。ボールオンは自陣38ヤード。パンター70番、このパントは、真上に上がってしまいました。ほとんどのリターンができない状態でここで攻守交代になります。ギャンブル成功。ファーストダウン。ランニングバック23番ハンドオフで中央突破、ファーストダウン獲得です。クォーターバック12番オプションプレーから自らキープ試みましたが、これはワコー2番がアジャストしゲインなし。
波は2番オプションプレーのピッチを受け右オープン展開しましたが、これは和光がアジャストし、むしろ大きくロスです。キッカー22番キックレングス30ヤード、このキック成功、クラブアイランズ3点獲得。クラブアイランズ3点、和光レーダース0点。スクイブキック、このボールはルーズボールになりました。アイランズが抑えました。アイランズファーストダウン。ランニングバック2番オプションピッチを受け右オープン展開、ファーストダウン獲得。アイランズタッチダウン。ランニングバック23番ハンドオフから血を突破、そのまま駆け上がりエンドゾーンタッチダウン。アイランズ6点獲得。ランニングバック29番オプションピッチを受け右オフタックル付近を突きファーストダウン。パス成功。タッチダウン。ランニングバック29番ハンドオフから血を突破、エンドゾーンに飛び込みタッチダウン。和光レーダース6点獲得。プレー成功。ランニングバック29番ピッチプレーから左オープンを駆け上がりエンドゾーン2点獲得。クラブアイランズ10点、和光レーダース8点。ランニングバック23番、再びハンドオフから中央突破、ゲインはしましたがファーストダウンには至っておりません。ロングゲイン。ランニングバック29番ピッチプレーから左スイープで大きくゲインしファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。バコレダスファーストダウン。ランニングバック29番ピッチプレーから右オフタックル付近に走りましたがファーストダウンに届きません。プレーナンバー4-38、和光サードダウン5。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック19番ワイドレシーバー9番へのパスを通しました。残り時間6秒。プレーナンバー4-39、和光ファーストダウン10。スパイク時計を止めます。残り2秒で時計止まります。プレーナンバー4-41、和光フィールドゴールチョイス、キックレンジ42ヤード、キッカー8番、試合時間残り2秒。フィールドゴール失敗。ここで試合時間がなくなりました。試合終了です。クラブアイランズ10点、和光レーダース8点、クラブアイランズの勝利です。和光レーダースの試合はご覧いただきましたように10-8でクラブアイランズが勝利しました。皆様、長時間にわたり熱戦を重ねた両チームの選手たちに温かい拍手をお願いします。
を立て授与式を行います。その結果、クラブアイランズは、1分けによってシーズン終了となりました。得失点差の関係で、次の試合トライスターズが勝利しましても、クラブアイランズの勝利、上位が確定しましたのでクラブアイランズの優勝となります。2017年度 X3 リーグ D ブロックの優勝を飾りましたクラブアイランズに優勝盾を授与いたします。クラブアイランズの作成はフィールド中央にお進みください。授与いたしますのは日本社会人アメリカンフットボール協会 X3 リーグ実行委員長島井浩二です。皆様盛大な拍手をお願いいたします。11時30分よりここオールスタジアムにおいて磯野スーパースターズと